デノブレイド3。お、目標地点っぽいとこに着きましたね。よいしょ。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルです。というわけで、今回もゼノブレイド3やってくるわけで、前回はですね、まあ、リクとマナナがヒーローとして加入しましたね。というわけでいきなり撃たれました。何ですかこの人、グレボン。おしかもこれ、このドッキリのやつ、あれじゃん。あれ、パリオンの囲まらしみたいなので見たことやあったやつだな。そうだよ、これ太陽のあれだよね、見たやつだよね。あれ過去でや見たやつ、なんか煙で襲ってくる赤い目のやつ、こいつだ。あれこいつでも前はアグヌス兵じゃなくてあれだったよね。煙の中から、おいおい、これ戦うの命中率悪そう。なんか赤い閃光いるもんね、すごい走ってるだけ。また来るわ。あ、ミオ分かるんだ。え、どうした。なんで今足動かなかったの。毒、あれが霧のせいか。うわー、目が全員赤い。うわ、グリポン出た、煙幕弾みたいなやつ使うやつ。煙、麻痺なのか。まあ見るかい毒だもんね。出た、ダンツの置き型銃、置き型ミニガン、急すぎるね。戦い方は、そうだよね、この戦い方は前のあれだよね、ケベスのやつの戦い方だよね。サーティーンの特殊戦法、そうだよ、これやられてた側だよね。なんでこいつらが使えんの、なんでアグヌス側が。その時と同じだってのか。でもこいつらはアグヌスの兵士だぞ。だよね。わからない、なんでこの戦法は本当に軍務長なのか。イスルギだっけ、イスルギがやってんのかね。厄介だよこいつは、どっから襲われるか分かったもんじゃねえ。なんつ、まだ撃ってんのかあれ。水だ、水、水。ああ、ここの地下には水脈がある、そこから外へと出られる。逃げられるってこと。もしかしたら昔の場所ここなのかな。あれ逃げたっていう、あの体温が昔逃げた場所、子供の時に。なんだこのナルガクルガ戦法。決めろ、俺はお前の判断を信じる。なんつー、そうだ、逃げるしかない、今はそれが最善と僕は判断する。言うのー。そうと決まれば急ぐぜ、案内しろ。了解だ。なんでこの2-13の戦法をイスルギの軍務あり部隊が使ってんだろうね。やられた側でしょ、だってイスルギたちの部隊これを。とりあえず逃げましょうかと思ったら、あれあっち側にいる。で、ここエーテルチャンネルがすごいあるな。で、これ何、真正面から逃げなきゃいけないの。で、麻痺ってるから戦いづらいとかなのかな、これ感じ。前にすげえレベル27とかいるな。これ逃げた方がいいのかな。逃げましょうか。あばよー、とっつぁーん。というわけで、採掘岩路ってわけで、まあ、とりあえず逃げましょうか。あいつはすごい追いかけてきてる。あ、でも諦めた。諦め早っ。ちょ、あいつら、伊達に兵士でしょ。で、逃げること優先とか言ったけど、その前ちょっとここ送り人させてもらっていいですかね。あ、送らせてくれるのありがてえ。あいつら、目不死穴じゃねえ。じゃあ送りましょう。いや、フェロルで気づかれる、絶対。なんであいつら棒立ちなんだよ。ちょっと左側に映ってるしな。あ、こっちチラって見たら、全フェロルに反応したな、あいつら。あいつら、壁と、会話してるもんな。オッケー、これで遅れましたと。戦ったら負けんのかな、 100% これ。あ、だとしても逃げましょうか。あ、カウントしこう、どうも。もう遅れたんでいいですよ。逃げます、逃げます。別に相手にしても別に経験値もなんねえし。あ、ユニークのなんかアグヌス兵がいる。ユニークのアグヌス兵って何？ユニークのアグヌス兵いいんだけど。ユニークアグヌス兵だ。逃げろ逃げろ。こいつは大軍戦だしめんどくせえわ。あ、ここにエレベーターあんじゃん。これ乗ればいいのか。で、調べましょう。よいしょー。ユニ乗んないの？ユニセナ！ああ、ユニとセナが。僕たちの行動が読まれていたのか。今は気にしちゃダメ。水脈に向かうのを優先しよう。これ戦っても平気そうだな、意外と。意外とこれ多分逃げることよりも戦っても平気そうなやつだわ。でもレベル耐えてるから一度だけ戦ってみるか。ちょっと戦ってみましょうか。レッツゴー。はい、オッケー。チェーンアタックでフィニッシュしてましたと、オッケー。うん、戦った感じ、ただのアグヌス兵だね。うん、何の変わり映えもない、ただのアグヌス兵でした。うわー、いっぱい出てきた。ちょっと、ボコしてくる。はい、オッケー。倒し終わった。
あとただのアグヌス兵なんだが、ほんと邪魔しないでくれよ。あ、水脈がある。あ、あそこか。ここだね。やっぱここそうだね。前見た場所だ。飛び込む角度しておかないとね。うん、そうだね。じゃあ飛び込みましょうか、これ。飛び込めばいいの？ここだ。前ムービーで見た気がすんね、ここ。来たよ。見えないけど、すごい数だってわかる。お、よくわかんねえ。気配がなんか感じるのかな？飛び込むぞ。息を目いっぱい溜めろ。さて、飛び込まないんかい。それは飛び込んでよ。俺が自分で飛び込むんかい。あ、これ何？あ、そういうなんかアイテム回収系のミニゲーム、これ。あ、そういう系だ、絶対。アイテム回収系のやつだわ。ひぃー。よし、お行儀。ひぃー。ちょっと流れに逆るような感じで。オッケー。ふぃー。ぼわっと。オッケーオッケー。じゃあちょっとこれこっち側行きましょうか。ちょっとこっち寄ってコンテナ取りたい、コンテナ取りたい。オッケー。いただきまーす。え、これなんかジェームストーンとかかな？オッケー、ジェームストーンとかゲッツありがとう。というわけで、じゃあまた激流に乗っていきましょうか。バイオハザード6ってこんなシーンなかったっけ？なんかサメのボスと戦うところ、なんかこんな感じの場所があったような気がする。なんか早いな、急に流れ。早いな、急に流れ。飛び込めー！ブコーっと。あの装備じゃ追ってこれないみたいだな。あれで追ってこれないんだ。これで一安心だね。まあね。オッケー、じゃあこれで先進んでいきましょうか。昔ここにコロニーがあったのかな？いや、この感じ。なんか場所前のコロニーあった場所似てるよね。体温がいた時の。オッケー、到着。いいですね。あ、なんか機械音してるよ。何？え？何この BGM？ 非時計やないけ。日時計やないけ。つうかと、これメビウス線だったりする、実は。さりげなく。でかっ。一安心だね、つった瞬間これかい。しかも空中に浮いてるし。アグネスがこういう感じなんだ。おお。で、着陸？ドスコイド。亀みたいな形なんだな。お、目が光った。え、今回こいつ、うえー、いや、無理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 。この数は無理よ。この数は無理よ。どうしてくれるんですかね、この数。でも、ヒロケンいるし。BGMもかっこいいな、なんか。神々しくて。あ、イスルギさん。やはり、イスルギ軍務長。イスルギさんね。久しぶりだな、体温。どんなあれ、ギアスかけられてんだ？あいつ。あ、そうか、太陽の記憶見たか、ユーニア知ってんか。やはりあなたもウロボロスの僕たちの抹殺を命令されているんですか。少し違うな。あ、違うのかけられてたもんね。気づいているんだろ。あ、この作戦はあの時と同じだ。ああ、そうね。ナミが死んだあの時と。あ、やっぱナミさん、あの時に亡くなっちゃったんだ。お前ならこのルートを選択すると思っていた。だからこうして待ち受けていたんだ。絶対絶命なんですけど。わざわざあの時と同じ状況を再現してな。どうしてそんなこと。理由？そうだな、あえて言うなら、今一度核を知らしめ、思い知らせ、絶望させるためだ。お前の心を、お前たらしめている全てを足元から粉砕するために。性格変えすぎだろ、あのギアス。これは復讐だ。復讐。志半ばで死に追いやられたナミの怨嗟だ。お前自身の過去が今のお前を断罪するんだよ。ほう、なんかいろいろ言ってるわ。ああ、太陽の心の傷をえぐるためだけの作戦ってわけ。体温、昔の頃だね、これ。なんて、何話してんだろう。これナミさんの話してんのかな。イスルギさん本来の性格はね、真面目で優しい人だろうからね。どうして、あれ、どういうギアスの効果がかけられたんだろうね。ナミがお前に託したものだろう。そのまま持っていろ。僕のせいです。僕が意地を張ったから。もっと慎重な作戦を提示していれば、そのせいで作戦課長は
ナミさんは。僕には重すぎます。僕にはその資格がない。僕のせいなんですね。気にやむな太陽。誰よりも優しかった軍務長にナミさんの命を奪った敵の戦法を使わせてしまったの。そういうことでね。そこまでしてこの僕を殺そうと決意させてしまったのは。その通りだ太陽。どこ行くね。あ、過去人を狂わすんだよ。イスルギさんはただ単に操られてだけだっぽいけどね。いや、戦います。このビジョン戦います。このリーダーも、鉄巨人と戦うの。あ、そうなの。あ、そうなの。鉄巨人と戦うの。あれ、周りいた取り巻きは、あ、いなくなって、エネミーの設置物と、エネミーの設置物は、範囲は、回路ラインで使用されます。あ、設置物の範囲は、範囲内にいるとデバフやダメージを受けるので注意しましょう。あ、了解しました。じゃあ、とりあえず、ここら辺にいればいいのかな。とりあえず、ここら辺に行って、とりあえず、あ、なるほど、あの赤いラインにいるとやばいってわけね。オッケー、了解した。じゃあ、とりあえず、ここら辺にいればいいのね。で、設置物はあそこにいるとやばいと。とりあえず、攻撃しまくればいいんでしょう。ここはみんなに任せるしかねえわな。とりあえず集中攻撃からの圧融合重視。いや、普通にスマッシュコンボにしといてもらおうか。これ物理攻撃届いてんの。これ届いてんの物理攻撃。あ、みんなでもな、頑張って投げてるっぽいし、なんか届いてんでしょ。何、うわ、何された今。何をされたかよくわからんかった。とりあえず誰を操作すればいいんだこれは。とりあえずヒールバレットしとくか。ヒールバレット、こいつはどうすればいいんだ。チェインアタックで攻めればいいのか。こういうデカブツはどう入ってたらいいか今まで分かんねえ。こんなデカブツ今まで戦ったことねえから、今作で、ね、今作においてこのデカブツ戦ったことねえか分かんねえな。まあ、とりあえずなんか中身を任せましょうか。これやって、うわ、なんか飛んできた、なんか飛んできた、来たね、何これ何これ、何だったんだこれ。とりあえずヒールバレーでしとくか。回復役が3人いるか。攻撃が追いついてねえぞ。イスルギ軍務長大丈夫。まあ、イスルギ軍務長のことがなんか作戦があるんでしょう。ちょっと私たちはここら辺でなんか適当に滞在して戦っていきましょうか。ミリオン、あーすごい、ノアだけすごいダメージから、でもすぐ回復できる。このチームワーク最強だな。あ、なんか雑魚的現れたぞみんな。アーツ融合じゃ集中攻撃からのちょっと周りのやつら攻撃していくか。オッケー。とりあえずここはゼモンさんとかもいるんで、まあ普通にこっち、ここと俺たちの回復が役に立つ時だろう。でセナにちょっと変え、ランチに変えまして、あ、ちょっと横失礼しますね。やってもらったら、おい、ターゲット変えてねえじゃん、ターゲット変えてねえじゃん。ちょっと一回邪魔者ども変えた方がいいかもしれない。集中攻撃して、うおー、ヒールタレット、オッケー。ヒールバレットからのちょっと攻撃周囲回復。あ、とりあえず絶対これ雑魚敵がしまった方がいいよな。オッケー、雑魚敵やっぱ湧くんだね。嫌だね。嫌がらしいってなんだ。コーニーラムダの鉄拳士そんな強くないんだけど、正直強いの周り取り巻きがいたからだったんだけど、チェーンアタック、うわー、全員スタンしてる。全員助け起こさなきゃ。大丈夫か。助け起こすぞ。オッケー。攻撃周囲回復、オッケー、いいぞ。ユーニに変えといてヒールバレット、でヒールバレットしときます。オッケー、いいよ。でそうな、太陽ヒールバレット使うね。だってヒールバレット一応もうこれみんながっつり回復しといてもらって、でさらに防御フィールド貼っといてもらう。いいぞ。ちょっと集中攻撃しといてもらってだな。でアーチ融合重視は排除しといて、いや、チェーンアタックまで耐えるかなこいつ。耐えなさそうな気がすんな、この感じ。耐えてほしいけど、できるだけ耐えてほしいかあるけど、いや、耐えねえかなこれ。耐えてほしいかあるけど、でとりあえずこれやって、さらにキャンセルで防御シールド、はい、展開、オッケー。いや、みんなすごい。ゼオン勝った。ゼオンなんか知らないけど勝ったっていうか、ランツが遠い。ランツ大丈夫、一人でそんなとこ行って。あ、あの二人なんかインタリックスか。いいわ、ほっとこう。いや、これみんな普通に鉄拳士死ぬわ。これ鉄拳士普通に死ぬわ。これ鉄拳士さよならだわ。チェーンアタックできねえわ。ただ持って、チェーン鉄拳士としての威厳見せろ。何が鉄拳士じゃ、威厳もクソもないじゃんけお前。いい加減、しぶといぞ。戻ってこい、鶴木さん。あんたいい人だ。うわー、出た。四方八方当ててるけど全然数字当たる戦法。ただし誰にも当たらない、血が当たってない。もうやめてください。太陽危ない。太陽、おお、ナイスコンビネーション。羽、なんだ、なんかウロボロスがなんか目の光が変わった。インタリンクは下ね。
あ、これユーニの、あ、さっきの記憶かな、あの前の記憶。え、どういうこと？あ、何が変わった？あれ、上にいるのが体温になってる。前まで体温下だったよね。あれ、もしかして、あれ、インタリンクってもしかして今度は体温が主軸になった、これ。あ、可能性あるわ。おお、水面、おおおお、水。あ、やっぱり体温が主軸になってる。え、かっこいい。アグヌスバージョンのあれか、ウロボロスか。分身してる。何その多重影分身の術。すげえ体温分身してんじゃん。どいつが本物だ。いや、イスルギさん小物感すごいんだけど、敵になってから全部分身。すごいな体温。こいつか。小物ここにいないとかじゃないのこれ。イスルギさんすげえあれじゃ遊ばれてんじゃん。え、元気玉みたい。そんな岩持ち上げてもらえても、いや、やばすぎやばすぎ。軽こう潰れる潰れる。イスルギさん、イスルギさん潰れるってそれは。いや違うんけ、それも神なんかい。すごいね、なんか幻惑とかっていうような術なのかな、体温の。これがオカマのあれじゃなくてよかったわ、幻が言うの。おお、髪、あ、かわいい。なにこれ、かわいい式紙。後継にしやがって。ねえ、こうなったら幻影者とも全て吹き飛ばしてやる。いや、ベジータのギャリック・ホナミの極論。この星物と宇宙の塵だねとか言ってきそう。俺だって防ぎきれねえ。待て、セナが今度あれか。体温はウロボロスに慣れた。私だってラズついてきて。なんだって。なるほど、今度はセナがメインのあれか。早く。ってことはミオのメインのやつもあるのか。体温、体温もみんなもあんたなんかに絶対にやらせない。あー、今度は逆ウロボロス、ミオバージョン。じゃあ、からセナバージョン。ユーラはお前を守りたかったんだ。もういい、結果はやめて。今度はセナメインのあれか、ウロボロスか。あ、そういえばなんか言ってたね、なんか主導権握りたいってセナ。で、今度はセナがメインのウロボロスってわけか。激アツ展開すぎない？で、インタリンク。あー、なるほど、セナの感じはこんな感じなのか。なんか背中にでかい手みたいなのがついて、なんかナルトのあの銃印使った時みたいな感じだね。ただパワーがすげえな。そうだ、セナパワーすげえもんな。ラッツは守り特化だけど、セナはパワー特化なのか。イスルギさん完全覚醒にいいように使われてんな。あ、すげえ、ハンマーにもなるんだそれ。背中の獣人の翼、え、強っ。セナのロボロサゲパワー段違いすぎない？あーあーあーあああああ、やば、あのデカブツ倒れたぞセナ一人で。いや、ウロボロサが実ランツと二人組だけどパワーとんでもねえな。風圧すごっ、あんな巨体だしな、まんま亀だな、こう見ると。で、最後はミオって感じか。あ、ヒドケが、うわー、まだ逆になって、逆になってもその構成入ってず、いや、味方同士のことやってないそれ。ミオはどうなるんだろう。ミオって言ったら素早さだけど、速いのかな。いや、味方ごとやられてんじゃ、やってんじゃ、もう、イスルギさん暴走しすぎ。ヒドケ、破壊しましょう。オッケー。火の粉、振り払う。どうにもならないときは諦めろ。最善を考えて全力を尽くす。おー、で今度はミオバージョンのあれか、ウロボロスか。泣くなランツ、泣いたって変わらない。訓練の成績だって誰よりも良かったはずです。いろんな過去あれ、お互いのやつがなんかどん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 あれ親睦が待っていけばできるのかな、これ。まあ、思いの強さなのかね、それ優先できたりするのかね、自分たちの中で。やっぱりで、また融合インタリンク。ミオのやつやっぱ、あ、速そうね、ミオのやつは。なんか分身くんなんか残像みたいに出してるもんね。アグヌス側の方もかっこいいな、ウロボロス。インタリン解除してからのいつものラケ、負けんラッキーセブン、負けんラッキーセブン。いや、強のブレイドの効果。はい、負けんラッキーセブン来ました。
ジオマケンラッキーセも本当箱盛り一つしないんでしょこれ。でもどんな素材でできてんの本当。7つのなんか金属とかできてるとか言ってたけど、だとしても火力おかしすぎるでしょ。やったね。あ、イスルギさんボロボロじゃん。え、これメビウス線がそのままどうなんだろう。あ、イスルギさん目のやつが通れてるね。もうやめてください軍務長、僕たちはあなたと戦う理由がない。そうね。それでも命が欲しいというなら僕のをあげます。太陽。太陽。それであなたの気が済むなら、ナミさんの恨みが晴れるなら、僕は何笑ってんねん。イスルギさん壊れちゃってんじゃん。え、あ、偽物だったのこれ。軍務長が泥んこになったもん。え、でもイスルギさん本体もしドロドロに変えられちゃった、あいつに。あ、と思ったらやっぱこいつか。チビ、チビ、あれ、チビメビウス。名前なんだろうかわからんぎのやつ。チビね。ハイエンターのチビね。ヒーローみてえだよな、こう見ると。震えるほど懐かしいって感情がわかるかい？震えるほど懐かしい。その声。あ？久しぶり。忘れてた。懐かしい。そういう時間を感じる言葉って、10年そこそこの一生じゃ。所詮言葉でしかない。え、まさかこれヨハンだったりしないよね。実感がない。でもね、まさか。え、ヨハンなの。ノア、ユーニ、やっぱりリク、ランツ。え、どういうこと。え、なんでそっち側についてんの。感動的ですらあるんだ。お前だったの。ハイエンターかと思ってた。なんで、なんでそっち側についてんの。ヨハンだった。しかもヨハンじゃなかったわ。泣きたいくらいだよ。名前ごめん間違えちゃった。ヨハンだったわ。お前どっから出てきたんだ。俺知っているの。いえ、なんか言うあれが知ってる。ミオもあれだもんね、記憶見てるから知ってるはず。ヨラン、あの瓦礫と炎の中。なんでヨランそっちがついちゃったの。アルミスの戦闘で死んだ昔の仲間。だからみんなの記憶見てからそれぞれ知ってんのか。本当なのか、そんなことが。なんでヨランが。あの記憶が間違いでない限り。ノア、あ、ちょ待って、なんか俺のフレンドがなんかモンスターハンターライズやってるわ。相手隠しとこう。お前あのヨランなのか。でもなんで生きていたのか。生きていた。なんつ謝りたかったもんな。違うね、死んだんだよ僕は。あの時蘇ったってこと。だからこうしていられる。確かに成長してないもんね。僕の名はジェイ。僕はメビウスになったんだ。どうしてメビウスだって。なんでその選択を選んだの。ヨラン、おかげでこの力を手に入れた。僕はね、人の記憶を泥人形に移し替えることができるんだ。マジかよ。泥人形に移し替えるだって。どんな能力なのそれ。え、何ほんなこの人を、この人の感情を。嫌だ、俺はまだ。これどうやったら元に戻んの。それでも、え、イスルギさんたち全員やられちゃったってことこれ。この感じ、何そのナイフ。死にたくない、こんなところで死にたくない。なんか踊れアミーゴでこんなのなかったっけ。しんちゃんで、しんちゃんと踊れアミーゴでこんな感じじゃなかった。なのにひどいよ、私たちだけを戦わせて。
なんでヨランこんなになっちゃったの？体は泥でも思いは本人そのものさ。心がないから明けすけの言葉で語るけどね。ヨラン、本当言うとね、こんな雑魚たちじゃなくてノアやユイニやランツを人形にしたかったんだ。いや変わりすぎだろ。何があったんだ本当に。鮮やかな顔からどんな言葉が出てくるのか聞きたかったな。操られてんのかね、やっぱ死体だ。死体をそのままなんか。君らがウロボロスでなけりゃな。お前、そんなやつじゃなかっただろ。どうしちまったんだよ。死体を操るような感じだったのかな。僕の何を知ってたっていうの。何も知らないくせに。ヨランと戦うのこれ。これが僕なんだよ、ユーニ。本当の僕だ。隠す必要なんてない。ありのままでいいんだ。いやそうじゃないだろ絶対。メビウスになって僕は絶好調なのさ。だから感じてよ、僕の喜びを、僕のこの高まりを。とかこれメビウスになるのか。いや戦うんかい。ヨランの状態で戦うの。じゃあ執行官、じゃあ名前は J なんだ。チェーンアタック中にインタリーグの次なるキャラクターの両方のオーダーを達成すると、ウロボロスオーダーのパネルが表示されます。何それ。ウロボロスオーダーを実行するとチェーンアタックと終了と引き換えに強力な攻撃を行うことが。なるほど、必ず終わるってことが。ウロボロスアタックしたら、つまりなんかちゃんと上の右上に表記出るキャラクターと次なるキャラクター選んだりしたら、その場合終了したから気をつけて選ばないよってことで、オッケー了解した。開幕ウロボロスオーダー、チェーンアタック開始にインタリングレベルを3まで上げた状態でインタリングをしていると、初回からウロボロスオーダーを選べますと。この状態でウロボロスオーダーを選ぶと、ウロボロスチェーン後にチェーンアタックが終了せずインタリングするペアのウロボロスオーダーを選択できますと。なるほど、了解しました。で、何、ウロボロスオーダーのリミット、ウロボロスオーダーを選択すると行動済みのパーティーメンバーが全員復活するの。また選択時にチェーンゲージが減らず、キャベツ、アグネス限定両方に属するボーナスティーメン強くね、何それ。で、ウロボロスイッチ、インタリング中にハーンを押すとパートナーウロボロスボディをハーン。何それ、楽しい。ちょ、選択増えすぎ、ちょ、増えすぎよ、急に増えすぎよ、いろいろ。ちょ、何、俺の情報家で殺す気か、お前ら。もう何なの、ヨランが敵にもあったり、もう俺を殺す気なの、情報量で。ちょっとやめて、脳が処理追いつかないと人間は死ぬんだ。いやー、じゃあ俺も倒れてんじゃん。全く痛いな、普通に痛いって。ヨラン強、レベル29、肉。ヨラン若干、お前思ってたけど、若干ちょっとあれだもんね、ヨランちょっと若干太ってるもんね。ごめんヨラン、何も言ってません、ごめんなさい。でミオに変えといて、これみんなで回復しといた方がいいな。で、言うやつはみんな意識すんな、言うやつは意識すんな。どこまで耐えれるかじゃない。ヨラン怖え、ヨランすげえ怖くなってる。ヨランすげえ怖くなった。あいつ凶暴化してるわ。全部、ナイスターン、ナイスターンよ。で、ちょっとヒールバレット回復、あいからの、ちょっとみんなにヒールバレット置いてきたい。なんでゲーム、アドバンスクールダウン、オッケー。ついになるだから並んでないとダメなのかな、こんな感じ。オッケーオッケーオッケー。で、攻撃周囲ダウン、オッケー、攻撃周囲ダウンからの、そうだ、ミオにしといて、ヒールバレット、オッケー、ヒール、ナイスダウンよ。だ、どんな感じでどんどん攻撃していくしかねえな。とりあえずチェーンアタックになったらちょっとやってみようか。チェーンアタックまでちょっとカットしようか。オッケー、チェーンアタックたまたに早速やっていきましょうか。で、チェーンアタック、開幕ウロボロスオーダーまあできないとして、まあとりあえずだ、一番最初に、じゃあ俺とりあえずどうしよっか。じゃあ疾風陣雷のちょっとあれ普通にミオを選んどいて、じゃあミオでとりあえずあれなんで、じゃあ今回セナでちょっと側面ブレイクしといて、で、この後つまりミオの後にノアを選んだらアウトってわけね。この後オーダーで多分連続で選んじゃアウトだから、だからとりあえずこれで攻撃周囲回復、みんなを攻撃で周囲回復しといて、いい感じにポイント稼げた。37、 OK、 71で、まあ、この後は一応あれかな、ゼオンで OK かな。そうだな、ダウンしとこうか。 OK、 ダウン、おらダウンしろ。 OK、 OK、 ダウンしといたんで、これで42、113で、ミオの後に絶対あれ選ぶな、絶対に選ぶな。ノーノアが来たら絶対選ぶな。そしたらチェーンアタック終了するかな。で、チェーンアタック終了時って言ったから、ゲージが1本あのちょっと残ってる状態の時にウロボロスオーダーを使うのが理想なんだな。いや、これだけ上げて来ないんだな、あいつ来ないんだな、ゼオン。一番来てほしいのはゲージが残るから、一番、なるほど、ゼオン来てほしいんだな、こういう時に限って。ゼオンが全然来ないんですね。オッケー、とりあえずダメージ稼いでいきましょう。で、ここはちょっとあえてランツじゃなかったタイオン使って99枚貯めといて、ゼオンで一気にブラボーで2つ出すと。ノックバック覚醒時一気になんかパワーが上がるってやつ使って、ザンザン、いいね、かっこいいぜ。さあ、時 179% ブラボーブラボー遊戯ボーイ、時タイランドウェーブ。
でもこの段階であれか、善を選んじゃうとウロボロスモードはできなくなっちゃうのか。で今回体温を選んでから、できればセナが来てほしいんだな。セナが来てほしいんだな。でリターンメンバーまさかの2人、セナが来ない。これで遠ざくてもいいのかな。ランツだからそうだよ。でこれノアでもいいのかな。離れてるのはダメなのかな。だったら一応ノアにしてみる。これどうなんだろう。いいよね、ノアにしてみるか。ウロボロスモードになる。これなんねえのか。え、分かりづら、ね、やっぱ並んでねえとダメなんか。じゃあセナがさっきの段階に並んでたらアウトなのかな。じゃあこれはもう攻撃終了です。いや、ウロボロスやってみたかったな。まあ体力多いからウロボロスはできるでしょう。で、クール、あ、これウロボロスオーダーできるか。あ、できるんじゃない。あ、なるほど、最後の最後で決めてもいいんだ。なるほど、別にいいんだ一番最初でも。で、ダメージバイスが大幅に増加して敵の防御力を無視したダメージを与える。強っ。で、あー、これでみんな復活するのね。なるほどなるほど。強くね、火力出すぎじゃない。だとしたら、え、だとしたらどうしようかな。まあ、これ 200% 狙うのが一番いいよな。え、これはどっちでもいいんだ。なるほど、一番火力出せるやつやってけってことか。だったら別にもう何でもいいんじゃない。もうみんな使っていけばいいんじゃない。これとりあえずみんな使ってこうぜ。なるべくみんな使えるもん使ってこうぜ。あ、でもこれなるべくやって、まあヒーラーがみんなやっちゃうから、ヒーラー側でみんな使っといて、はい、ヒーラーヒーラーヒーラー、とりあえずヒーラーで50、62。でさらにもうこれヒーラーもどうせこれウロボロソーダで確かにチェーンアタック終了って言ってたから、これみんなもうヒーラーでもう極限まで使おうぜ。極限までヒーラーを使おう。はい、オッケー。え、3人極限で体温、はい、体温、はい、攻撃、攻撃、どんどん攻撃、どんどん攻撃、はい、どんどん攻撃しろ、もうみんな。容赦なく、もう、容赦なく攻撃しろ。で、最後にゼオンで、もうダウンしとけ、お前は。とりあえず、お前なんかダウンさせとけ。113、ゼオンを出しすぎ、一人で。で、これで218番、オッケー。で、ウロボロスアタックだろ、これ。どんな火力出んだろう。極限解放。かっこいい。おー、なに、双剣。うわー、いや、ダメージよ、ダメージよ、お前。おお、もっと切ってもよくない。おお、すごい。おい、ここで2人分かれんだ、1回。おお、すごい、すごい。え、何、おお、こんな妙なやつになった。え、何それ、大盤振る舞いすぎない。かっこいい。いや、しかもダメージ出しすぎ。いや、おかしい、おかしくない。いや、27万って今まで見たことにダメージたんだけど、すごいダメージ出たな。すげえ、みんな。ほら、あれだね。ランツとセナのあれ、ウロボロスオーダーできた。ダメージバイスが大幅に増加し、アタッカーヒーラーのヘイドが減少する。へ、強いね。やっていきましょうか。まあ、もうここの下りはもう長いんで、普通にやっていくんですけど。いやー、ゼオン一人で何パー稼いでんだ。 250% だったよ。というか 250% で、アッキー粉砕。どんな感じなんだろう。見ていきましょうか。で、おお、すごい、テンプシーロールみたいでしょ。おお、ボックス、ボクサーだね。いや、そんでオーバーキルがとんでもねえ。ヨラン死ぬ、ヨラン、これは死ぬ、死ぬ死ぬ、ヨランが死んじゃう、これはヨランが死んじゃって、いや、ヨラン死ぬ死ぬ、ダメージがちょっと出すぎだって。ヨランだってやばいって、ダメージ 1000% 稼い、ヨランが死ぬ、ヨラン、ヨラン大丈夫か、ヨラン感じてくれたかな。うん、すごかったよ。高まり、いや、お前は死にかけだったぞ。ふざけんな、何が高まりだよ。これが本当のお前なのかよ。俺たちを救ってくれたあのヨランなのかよ。違うのかな、やっぱりどうなの、本人ではないと思うけどね。で、これあれだよね、襲われた時だよね、コロニーなんだっけ、14だっけ、40だよね、40か。リクの掛け声かわいい。でな、ゼオンと勘違いした、よくわかんない、意地悪兵、あいつも一緒に逃げてたんだ、この時。ヨランはどうして助けてくれたんだな。あ、これ瓦礫落ちてきて、それをかばうような形であれか。うわー、あ、ここで別れちゃったのかな、ランツとあれ二人と、あのいじめっ子が。あいつ名前覚えづらいんだよな、全然覚えてない。え、挟まっちゃったの。よくそれで怪我してないな。絶対背骨やられてるって。あ、ゲッセルか。え、なんかタンクみたいなのが倒れてきてる。まずい。でも、ノア、行け、ランツ、俺たちはいいから、行け。あー、で、ここでヨランが助けたってこと？ヨラン、ヨラン、お前、バカ野郎、なんで、ヨラン。真っ先に助けに行くあたり、やっぱ違うよね、本人じゃないと思うよ、あれ。また操られてなんか変になって、死体をだって要は蘇ら、一回死んで蘇らせたってことでしょ。つまりなんか中身が別なのが入ってるとかなんじゃないの。俺、早くファイト一発、これ、剣濃すぎ。はい、オッケー。で、この後ヨランがどうなったろう。なんでヨランがこの後潰されることになっちゃうの。怪我は走れるか。ああ、
なんとか。あれで走れるんかい。頑丈すぎるな。ヨラン、お前。でここで謝ろうとしたのかな、ランツ。でもそれで謝れなかったのかな。でもここでかばってない。ん？あ、気づいたのかヨランは。真っ先にでランツを突き飛ばして助けてあげたって感じなのかな。危ない。あー、これでヨランあれなのか。え、でもこれで亡くなったの。こんな優しい顔してんのに、でも成長してないってのが気がかりだよね。だって生きてるんだったらなんか、そうだ、死体、自分で死体だって言ってるもんね、自ら。で、これで潰されちゃったっていうわけでしょ、助けて。ヨラン。ほら、なんつトラウマになるわ、こんな目の前で見たら。ヨラン！ヨラン！血みたいに出てんな。これ黒で表現されてんだろうけど。ええー、どういうこと？そのヨランが敵に回ってるってことだもんね。わからない。あの瞬間、僕は君たちを超えたんだよ。超越したってこと？君たちのそのちっぽけな命を救うことで。どういうこと？最高だったよ、ランツ。本心ではなさそうだけどね。ヨラン。ああ、楽しかった。今日はもう十分かな。何、メイビウスとして戦わねえのかお前。楽しいことの独り占めはダメ。次の人に譲らないとね。なんだと。ありがとう、ランツ。君のおかげで僕は今こうしていられるんだ。じゃあ、ね、そんな。まさかのヨランヒーローで来ること思ってたのに、敵に回んの？しかも名前間違えたね。俺最初ヨハンつってたわ。ヨハンって誰？なんだ、急になんか自然がすごいなんか生き生きとしてますね、的な感じで。なんかすごいなんかダーウィンが来たみたいななんか始まりそう。え、コンティって大シフ、なんで読むの？で、ソウルリング。ソウルツリーの画面では獲得した能力をインターリンクするパートナーと共有することができますと。ソロット選んだので共有したいパートナーの能力を選んでください。なんかいろいろあるみたいですね。あの滝の裏にあるのかな。そうみたいだ。警戒しながら近づこう。ということはなんかあるみたいですね。というわけで、じゃあ、今回動画ここまでしましょうか。急展開すぎてもうなんか追いつけない。というわけで、じゃあ皆さん、じゃあ次回、まあ、コロニーラムダ向かいます。バイバイ。